はい、どうもタネですということでございまして、多分今日はね、皆さん桜水新年会を、まあ、配信なり現地なりで楽しんでらっしゃる日なのかなとは思うんですけれども、まあそれのね感想はまた明日の動画になるのかなと思います。はい、というのも、今撮ってるのが、1月5日今日なんですが0時37分ということで、生配信直後に、撮影をしておりますので、どうかご了承くださいということで、じゃあ今日は何の話をするんですかということになるんですけれども、そう、実を言うとですね、桜坂46が、去年の1月5日、まあ、大きな転機を迎えたという話でございますけれども、何があったか皆さん覚えてらっしゃいますか。ちょうど1年前ですよ。はいね、トラブルじゃないですよ。はい、何があったかと言いますと、そうですね、3期生加入が発表された日でございますね。だから加入が発表されてちょうど1年経つわけですけれども、皆さんはどう感じですかね。まあ当初の思い出とともにですね、今日はちょっと語ってみようかなと思います。でですね、まあ3期生はもともとその一昨年ですね、一昨年の夏にオーディションが行われて、当初は確かね11月ぐらいとか12月ぐらいにはもう発表しますよみたいな感じになってたと思うんですけども、結果的にはですね、その2022年には発表されなかったんですよね。で、まあファンとしてはやきもきしていた、いつなんだいつなんだと、もう欲しがってる状態になってたわけですよ。まあでもね、これが実はすごく大きかった気がします。というのも、まあね、欅時代に2期生入ってきてますけど、欅の2期の時っていうのはどちらかというと合同オーディションね、坂道合同オーディションだったので、なんかこうどのグループのためのオーディションだったんだろうみたいな、ちょっともやっとした感じとか、あとやっぱり当時その欅坂ってどうしてもこう1期生のまあファンの熱量っていうのがすごく高かったので、その2期生っていう人たちがどこまで必要なんだろうみたいな空気感も多少なりともあったと思うんですよね。でその結果がまあまあ今思えばもう本当に2期生が入ってきてくれてありがたかった以外に何者でもないんですけども、結構複雑な気持ちで見てらっしゃった方ももしかしたらいたのかもしれないなっていう状況だったと思うんですが、今回は逆にその待たされたことによって、なんかもう欲しがってるね、早く入ってきて見せてよみたいな空気感がすごくこう漂ってたような気がします。で、年が明けての1月5日、ちょうど1年前の今日ですね、2023年の1月5日に公式サイトで3期生メンバーオーディション合格者11名の加入が発表されました。でこの後に、1人ずつね Vlog 形式で、紹介をされていった。これが非常に良かったですね。まあ僕も動画見たリアクションをずっと撮ってましたけれども、1年前にね、その Vlog でどういう子なんだろうみたいなことをちょっとこうプロフィールを読みながらとか動画を見ながらみたいな感じで喋ってる動画が9本撮って、間空いて村井ちゃんと山下ちゃんの2本が分かれてあると思うんですけど、でそうした時に本当になんていうのかな、期待値が高くなるじゃないけども、すごく期待できるね、本当にメンバーがどんどん入ってきたような気がします。ですごく個性豊かだったなっていうのが今思うと印象的でした。でこうなんだろうな、境遇とかに似通ったタイプがいなかったっていうのと、あとまあ地方の子が思ったよりも多かった。もうちょっと東京の子が増えるかなと思ったけども、結果としては、村井ちゃんと村山ちゃんと小田倉ちゃんと3人だったんでね。で考えると本当にこう地域のばらつきもあり、まあ逆に福岡が2人いたのはちょっとびっくりしましたけど、でもそれもすごく良かったような気がしますね。でその後にね、今度はドキュメンタリーがあったりして、でどんどんこうファンがのめり込む要素が増えたような気がしますね。
でそうした中で僕個人としては、まあ、最初にこう、まあ、9人発表された Vlog を見た時にやっぱりね小田倉ちゃんに一番興味が湧いてたんですよ、まあ、小田倉ちゃんと中島さんに興味が湧いてて、で小田倉ちゃんは何でかっていうと星好きっていうところが僕にはすごく引っかかって、僕もあの天体好きなので天文学がすごくこう心惹かれるところがあってワクワクしたのを覚えてます。で、ユーズはもう横顔の美しさがまず目を引きましたよね。そうそう、でそこにこう興味が湧いてて、実言うとマトノちゃんは今推しですけどそんなにハマってなかった自分の中では。まあ若かったっていうのもあるし、本人がまだ中高校生のだったので、まあ、そこまでっていうところがあって、でもまあ今見たらねなかなか個性的でいい子なんでね、また推しは推し続けようと。まあ彼女の場合はもうあのね生写真のサイン付きを引いたがために推しに最初はなったっていうところあるんですけど、今ではもう大好きですけど、うん、そんな感じですね。だからまあ小田倉ちゃんと中島さん興味持って、であのドキュメンタリーを見ていく中で中島さんにウエイトがちょっと上がったんですよね。この表現力の良さとか豊かさとか魅力を感じて、で中島さん推しをほぼ確定的にしたんですけど、やっぱり小田倉ちゃん気になったんですよ、ずっと。やっぱりこうちょっとインテリチックなところと、まあお嬢様感っていうのはバイオリン弾いてる段階でちょっとは思ってましたけど、まあそこも気になったりして、で追ってて、でまあ底作になってより確実なものになりましたけどね、最終的にはね。だからそうやって考えていくと、まあこう結局ね今回その3期生の中で僕推しが3人できるなんて、ほんとこの1月5日、1年前の1月5日には想像もしてなかったですし、正直今1人推しができればいいかなぐらいだったんですけど、いまだにやっぱり推しが決められないっておっしゃる方もたくさんいらっしゃるような気がするんですよね。でもそれは何でかって言ったら、同じようなキャラクターが誰一人いないっていうところと、それだけに一人一人に魅力が十分詰まってるからなんだと思うんですよね。でこれはやっぱり運営さんも含めて、まあ、指導されてる方々の多分意図もあるとは思うんですけど、そのこの3期生ってあまりこうプレッシャーをまだ感じてない状況で1年間過ごせた。まあ、 あの大なり小なりは感じますよ、当然。その例えば愛理ちゃんがねセンター夏の近道のプレッシャーがあったりとか、あとはまあ、 夏のフェスで、1期生小林さんが休んでるところを代理で入ったメンバーとか、その瞬間瞬間には緊張があったかもしれないけど、全体通してみた時に長期間になるプレッシャーが少なかった。でその結果どうなったかっていうと、結構メンバーそれぞれが自由に発言ができているような気がするんですね。そのブログを一つ撮ってもそうですし、もちろんその礼儀であったりルールであったりの範疇内ではありますけれども、のびのびと活動ができている。で合わせて、まあ、そこに、まあ、ファンも一緒に乗っかれてる、一緒にこう歩けてる。だから去年本当に1年間でその3期生をきっかけに、まあ、特にこう欅坂が興味を持ってたけれども解明するタイミングで離れてた人たちが結構帰ってきてたのも、やっぱりこの3期の紹介含め何かこう魅力がすごく強く感じれたような気がするんですよね。だからこれはもう本当にプロモートの力だし、彼女たちの素材の良さだと思います。これでちょうど1年、まあね、加入発表から1年が経ちまして、まあ、2年目にこれから入っていくわけですけれども、まあ彼女たちがこれからじゃあどうなっていくのかっていうと、まあ間違いなく今後ね、そのグループの中心になっていく子たち、まあ今ではないけれども近い将来なるはずですね。そうした時に、イズムと言われる部分ですね、桜坂としての、テーマであったりとか、考え方であったりとか、もっと言うと欅坂のその謙虚優しさ絆と言われるこのテーマですね、あとはその、若者の叫びとか、社会に対する反抗とか、そういうメッセージ性をどう伝えていくのか、これを
まあ、持ち続けられるのかどうかっていうのが一つ大きい気がします。でそうした時に、まあ、この前の新参者を見てもそうなんですが、まあ、ダブルアンコール最後のね、語るなら未来をカバーしました。まあ、カバーという表現が正しいのかどうか分かんないですけども、まあ、あえて言うとすればカバーなのかなと思うんですが、このカバーをしたことによって欅坂というグループの、まあ、中心の心で積もりであったりとか考え方も伝わったと思うし、さらに新参者で歌った数々の桜坂の曲からもいろんなイズムを学べたような気がします。今度は自分たちがそれをゼロから作るところに入っていく一年に今年はなるでしょう。そうした時に、どこまでその理解をしていけるのか、まあ正直なこと言うと3期生賢が多いですから理解力はあると思います。ただ賢いとどうしてもよくあるのが、いい力の抜き方を覚えてしまうっていうパターンもありますので、そこはがむしゃらにですね、もっともっと貪欲に突き詰めてもらえるとまた一つ二つと上のクラスになっていけると思います。やっぱり一番は、まあファンからもそうなんですけど、ファンが発信してもそうなんですけど、メンバーそれぞれが桜坂というグループをもっと知ってくださいねという気持ちでアピールをしていく一年になれば、きっと年末、まあ、もう今年の年末の話をするのはちょっと早いですけども、素晴らしい未来が待ってると思いますし、それはファンも一緒で、まあ、今日こうやって1年3期生の1年をねこう語っていって披露することによってちょっと見てみようかなって、途中からもしかしたらね桜坂を知った方がこの動画に巡り合ってるかもしれない。そうした時にはぜひね桜坂の公式の YouTube チャンネル、こちらに3期生の紹介 V からドキュメンタリーが残ってますので、それを見てですねやっぱりこの3期生の1年を感じてみてほしいななんて思ったりいたします。皆さんはね1年経ちましたけども3期の推し決まってますか？決まってないんだったら決まってないでいいんですけども、ぜひですね3期生に対する熱、ぜひコメント欄で残してみてはいかがでしょうか。ということで今日はこの辺でバイバイ。